群雄割拠の新日本プロレス、魂揺さぶられる戦いをゲストがランキング形式で発表。それがニュージャパンプロレスリングマイランキング2019。 第2回は 2.2、2.3 ザ・ニュービギニング・イン・札幌、雪の札幌2連戦。ゲストは試合中の解説でもおなじみミラノコレクション AT。 まず何を持ってらっしゃいますか、はい、俺知らないですか。本シリーズから発売されたイービル選手のカマーですね。今夜道暗くなるの早いじゃないですか、はい、これ持って歩いてるとね、車にぶつかれることないと思う。はい、ただちょっと形状の問題で職質だったり通報されてしまう可能性はあるので、そこは自己責任でお願いします。では行こう。まずは第3位、 IWGP タッグ選手権試合、これが3位に持ってきますね。鈴木選手とザック選手ならではの関節技の連携っていうんですか、もう腕が取るのは早いし、鈴木軍も鈴木軍で新タッグだなっていうのが本当に感じましたね。あとはもう鈴木選手とあの真田選手のスリーパーとスカルエンドを巡る攻防っていうのも息するの忘れちゃうぐらいなんですよね。ラウンディングボディプレスがあのボスから決まって、ボスから取ったっていうのが多分大きいと思うんですよ。はい、これからのイービル選手真田選手のタッグなんですけど、お互いシングルプレイヤーが合わさったこの新しい新タッグっていうんですか、なるほど、だからその魅力がこれからもっともっと見られるんじゃないかなっていう思いがします。ちなみに鈴木選手と、真田選手のパラダイスロックを巡る攻防かからないと、なんか僕自身が申し訳なくなっちゃうんですよね。逆に俺の技かかなくてごめんねってなっちゃうんですけども、でも決まりましたね。決まったんですよね。で僕も一番驚いちゃったんですありがとう真田。では第2位、純粋な2人だけのタッグは初めてだった。この試合、棚橋宏志岡田和鹿組対、ジェイ・ホワイトバットラックバル。入場の時点でなんだこれはと、キラキラしすぎて眩しすぎるぞと、それをもう鼻のあるそれぞスターだっていうね、あの2人を呼んでタッグを組ませるには一体もういくら必要なのかとそこまでこう考えちゃうぐらい崇高な、もうただそれをもってしてもジェイ・ホワイトには勝てないっていう、これがまたねタッグマッチの面白いところなんですよね。じゃあなんで勝てないのかって言ったら、ジェイ・ホワイト選手は掴みどころのない強さがあるんですよ。非常に何が強いのってパッとわからないと思います。でもインサイドワークであったり間の取り方であったり、あと棚橋選手と岡田選手が組むってなってる、みんな注目するじゃないですか、その裏であの人は多分いろんなことを考えていた。それが新技棚橋タップアウト、あれを用意してくるあたりっていうのはやっぱりこの2人よりももしかしたら先を行ってるのかもしれない。しかも去年棚橋選手は鈴木選手相手に膝やられて超欠場になってるわけです、はい、そこのトラウマをほじくるかのような、なるほど、ね、そういう心理戦もやってくるわけですよ。自分がどうしたら新日本プロレスマイニューエラーを作れるのかをすごい考えてると思います。はい、もうやばい、ジェイ・ホワイト選手っていうこのレスラー一人の価値観でした。いや、確かにです、はい、ではここで大阪での IWGP 戦の勝敗予想を。希望はもちろん棚橋さんなんですけど、歴史は繰り返してしまうのかなとかちょっと思ったりもしますね。複雑な、複雑ですね。では第1位は、何かが起きちゃった内藤哲也対太一、まさに今終わったばっかり、まさかですよ、北海道出身の2人が北海道民全てを敵にする行動を取るとは思わなかったですね。あれは驚きました。もう冒頭だけ解説陣も長野さん真壁さん、過去にすごいことやらかしてきた、悪いこといっぱいしてきた人たちがあれはねえだろって言ったぐらいですから、他に国たちが自分の過去に触れずあれはねえだろって言ったぐらいの大事件、やばいですね、はい、だってあれ、もう内藤選手諦めて
でももうしょうがないです。会社の運営側の決断がもう試合をさせないってことです。でもそこで諦めなかった勇気ですね。確かに、いろんなこう椅子机もそうですけども、急所打ちもそう、みんなこうお互いやってやり返してやってやり返してっていうのがあって、最後の最後内藤選手フィニッシュの前になんかこう頭から落とす技あるじゃないですか。あれがバレンティア、スペイン語で勇気っていう意味なんですよ。そういうのに繋がってくるんじゃないか。なるほど。諦めない勇気、一歩踏み出す勇気、彼はその勇気を持って自分に起こる未来を変えてる。デーハーバーン。ただね、タイス選手はあれで終わらないと思うんですよ。あんだけカポンファンのこと悪口を言うってことは、本当はみんなを敵に回すってことですから、はい、また来ますよ。もうしつこくしつこく来ますよ。ドーム出れなかった男の挑戦受けてみないか、はい、どこどこ大会に出れなかったこの俺の、何でも言ってきますよ、あいつは。だからね、このプロレスってのはね、本当にずっと目を離しちゃいけないものであって、だから1年が経つのは早すぎるんです。早いですね、はい、それくらい見る価値が本当にあると思います。刺激を受けると思います。そして自分らの生活でも、一歩踏み出す勇気、なんとかの勇気、自分にも当てはめながら人生を歩んでいくと思います。次回もお楽しみに。試合をノーカットで見るなら新日本プロレスワールド。